10月5日土曜日の夕方から夜にかけて、東奈良市の小学校の体育館にて、東奈良市の三丁目町会、ふれあい秋のふるさと祭りが開催されました。単一町会が開催するお祭りとしてはとても大きなイベントで、小学校の体育館の全面を使用して行われる市内では数少ないイベントです。小学校の体育館は、奈良市,の市では全ての体育館がいざという時の避難所になっています。 ですので、ですすのののより多くの方がここ場所で交流するとということ自体はとても有意義です体育館の外でも子どもゲームコーナーや模擬展が行われており会場内では子どもたちによるダンスの発表大人たちのカラオケそして全国屈指の演奏を繰り広げる東習志野小学校吹奏楽部による発表が会場を盛り上げました。 参加された皆さん、上に立たされた皆さん、お疲れ様でした。